やっぱり。あ、それは小さかったお前のおもちゃの剣。林の巨竜はもうリシア姫の手によって倒された。竜の頭は砂上に掲げられ、彼女の武勇は我らに長らくの平和と繁栄をもたらす。ほら早く、肝心なセリフだぜ。あんたが。いいえ、恐竜を倒したのはお前だろ。みんなお前の言葉を待ってる。うんうん。今でも緊張するか。いいさ、俺がやる。これにて勝利を宣言する。悪竜はもういない。私はこれにて勝利を宣言する。悪竜はもういない、親父。